ス。霧島の山が見えます。あそこは霧島市の北部、いや、あそこにはきっと鹿児島県垂水っていうところが見えてると思います。桜島もちょこっと見えてますよ。小林市方面で、こっちは霧島神宮という鹿児島では有名なお寺があり、あっちは夕日に輝いた錦江湾と桜島です。ろうそくを塗ったらより滑りやすくなると聞いたので。